ただいま。どうも、としぞです。今日はもう一杯お酒を飲みたいなと思って鶏の唐揚げを作っていきたいと思います。鶏もも、ビニール袋に入れていきます。おう、よし。ニンニク、生姜、ちょっと辛みが欲しいんで豆板醤、少し醤油、飲んでやります。はい、15分ぐらい経ちました。オリーブオイル、少しの油で揚げていきたいと思います。ひっくり返しましょう。だいぶこんがりしたんで、もういいんじゃないですか、ね、油を切っていきましょう。はい、こんな感じです。キャベツの浅漬けをあったので、これを添えていきます。はい、唐揚げの出来上がりです。はい、出来上がりです。さあ、飲みますか。今日はですね、ちょっと、4月の1日に浅草でコピバンイベントに出演するので、それのリハーサルを上野にしてきたんですけれど、その後メンバーと飲んでたんですよね、軽くね。で、まあちょっと早く帰ってきたんで、軽く家でも一杯ってな感じですね。今日は一番搾りです。さあ、皆さん今日も一日お疲れ様です。乾杯。あー、うまい。じゃあ食べてみましょう。ちゃんと上がってるかな。片栗粉がそんなになかったんですよ。薄くまぶしてあります。いただきます。うん、あ、
うまい。うん、浅漬けも美味しい。めちゃくちゃ柔らかい、ジューシー、うん、ちょっとオリーブオイルを使ってるのは贅沢かと思うんですけど、少ない油でも全然いい感じに、ちっちゃく切ってあげれば火が通ります。やっぱ唐揚げにはレモンですよね。ポッカレモンで、片栗粉の方がサクッと揚がれるなって思うんですよ。はい、ということで唐揚げ、おかずの定番ですが、意外と簡単に作れるなって思っております。皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。豆板醤も割と悪くないと思います。うん、辛さあんま出てこないですけど、肉柔らかくなったの豆板醤のおかげかな。うん、何とも言えない。唐揚げって本当美味しいですよね最高です。では今日も最後までご視聴ありがとうございます。また明日お会いしましょう。ごちそうでした。さよなら。うまい。